頼む千冬、一緒に組んでくれ。ああ今年のクリスマスも女に縁がねえのかよ。ありがとう千冬。お前はいいよな、彼女いいんだからさ。何が楽しくて。なんか腹減んない？ What do you say, Chief for you? Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say. You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry?What do you say, Chifuyu? Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say. You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry? What do you say, Chifuyu? Are you still with me?Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say. You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry? What do you say, Chifuyu? 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 What は何を尋ねる疑問詞。Do は一般動詞の疑問文で使います。一般動詞というのは am, is, are などの be 動詞と呼ばれるもの以外の動詞のことを指します。 you はあなた、 say は何々を言うという意味の動詞です。大きく分類すると先ほど話した一般動詞というものになります。 what do you say は直訳だとあなたは何と言いますかですが、このフレーズはどう思うとかどういう意見を持ってるという意味になります。相手に提案や質問をしている表現で具体的な文脈によって異なる意味を持つことがあります。 What do you say, Chief? Are you still with me? 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 Are はYou に対応する B 動詞で You are ではなく Are you となっているのは疑問文になります。あなたは何々ですか。 Still は副詞でまだ依然としてという意味です。 With は同伴イメージ、一緒にという感じ。 Me とありますから私と一緒にと言えます。まだ私と一緒に B 動詞なので B 動詞っていうのはあるとかいるの存在を示しますから、私と一緒にいますかという直訳から一緒にいてくれるかどうか、自分への共感とか理解が続いている状態かどうか確認していると言えます。 You are still with me だったらあなたはまだ私と一緒にいる、理解や共感が続いているという意味ですが、この文を疑問文にしたいと思ったら B 動詞を前に出すというルールがありますので areが前に出て Are you still with me? 最後にクエスチョンマークをつけて語尾を上げ調子にすれば完成ですね。 Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. Well,はまあのようにつなぎ言葉で使います。 There go my plans、 これは私の予定がダメになったという時に使います。 There go とか There goes というのは一般的に失望とかがっかりを表す表現です。 My plans、 私の所有格、 plans、 予定という意味の名詞 plan に S がついたもの、予定の複数形になります。 For a hot Christmas dateFor は到達点を含まない矢印のイメージ。 A hot Christmas date は一つの、あは一つのという意味ですが、日本語で一つのというと変な感じがするんですが、英語は名詞すごく繊細なので大げさに訳して意識づけるようにしています。 Hot は暑いという意味ですよね。暑いクリスマスデートなので、ただのデートよりもなんかホットな暑い感じが伝わってきますね。アメリカ英語だと Hot はセクシーな印象もあります。
This year は今年という意味です。 This はこれとかこちら、近いところを指す感じで、 Year は年なので今年と言えるんですね。今年のクリスマスに熱々のデートするための私の計画が台無しになったというような意味になります。 Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. I knew you'd come around. I knew you'd come around.I knew you'd come around. このシーンは日本語版ではありがとうチフユというシンプルなセリフだったので Thank you だと思っていたので最初何を言ってるか全然わかりませんでした。 I knew you'd come around. これは俺はチフユが一緒に来てくれるって分かってたよっていう感じのセリフなんですが、 I 私は knew は何々を知っているという意味の動詞 know の過去形で、 know の活用は know you knownノーニューノーンになります。 You'd は You would の短縮で、 You あなたはあなたが、 Would はこれらのような意味がありますが何々だろうっていう感じが合いそうですね。 Come around、 これは考えとか意見が変わる、納得するという意味の表現なんです。ここでは相手が最初は異なる意見とか立場を取ってたんだけど後に理解や賛成に転じたっていうニュアンスが含まれます。カムというのは自分とか話して話題の中心のところに来るイメージですね。アラウンドはこの絵のイメージで自分のところに来てくれる、理解してくれたっていう感じがします。なので最終的にチフユが自分の味方になってくれる、一緒に来てくれるって分かってたよっていうセリフなんですね。 I knew you'd come around. Easy for you to say. 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 Easy for you to say はとか That It is That is などが省略されている形ですが、この省略されたこのままの形でもよく使われますので Easy for you to say のままで今回いきますね。直訳すると君にとって言うことは簡単というところから、一言だと思ってとか言うのは簡単だよねっていう感じで使います。 Easy は形容詞で簡単な、For you あなたにとってという感じですが、 For は到達点を含まない矢印のイメージや、この絵のイメージ、目標交換代理を覚えておくと For のほとんどの意味を取ることができます。 To say To は矢印のイメージ、 Say は何々を言うという意味の動詞でしたよね。 To say で言うこと、 Easy to say で言うことは簡単、それに For you あなたにとってがついて Easy for you to say であなたにとって言うことは簡単となります。相手に何かアドバイスされた時に言うのは簡単だけどさって言った時に Easy to say だけをボソッとつぶやいたりするシーンは映画などでも結構見ます。 Easy for you to say. You've already got a girlfriend. 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 You've は You haveの短縮、 You あなたはあなたが Have 何々を持っているという意味の動詞、 Have の持っているは物理的なものだけじゃなくて概念とか経験とかそういう目に見えないものであっても自分のテリトリー内、縄張りの中にこう所有している、持っているっていう感じで表現できます。 Already はすでに、もうという意味の副詞、ここではすでに何かを持っているっていう意味ですよね。 Got は何々をゲットする、得るという意味の動詞 get の過去形で、活用は get, got, gotten, get, got, gotten、 ゲットして持っているという意味で使われてますね。 A girlfriend、 一人の girlfriend、 彼女ですね。あなたはもうすでに彼女をゲットして持っている、なので彼女がいるってなりますね。 You've already got a girlfriend.Christmas sucks when 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 Christmas sucks. これはクリスマスはつまんない、最悪だという意味です。Sucks は砕けた表現ですが、すごい強い否定的な感情で最悪だとか、呪術廻戦ではナナミンが呪術師はクソだって言ってましたが、Jujutsu sorcerers suck. Huh? That having to work for a living sucks. Really?その時もサックスを使っていましたね。このチフユのセリフは本当はもっと長くて、英語はさらに表現が悪かったので割愛させていただきました。 Christmas sucks. Hey, you hungry? Hey, you hungry? Hey, you hungry?
Hey, you hungry? Hey は気軽な挨拶、注意を引くときに使われます。ねとかなっていう感じですね。 Are が会話で省略されることが結構あるんですが、学習用にカッコ書きで付け足しておきました。 Are は You に対応する B 動詞でしたよね。 You はあなたは、で B 動詞の Are が前に出ているのは疑問文でしたよね。 Hungry はお腹が空いているという意味の形容詞。まとめると、ねえお腹空いてないっていう意味になります。 You are hungry で、あなたはお腹が空いているという意味。それを疑問文にするときは B 動詞 are を前に出して、 Are you hungry? クエスチョンマーク最後につけて語尾を上げ調子にします。でも今回のように are が省略されていたり疑問文の形になっていなくても、語尾を上げ調子にすれば会話では疑問文になります。なのでもし語順を間違って話し出してしまっても心配しないで、もし質問だったら語尾を上げてみてくださいね。 Hey, you hungry? はい、クリスマスの英語学習お疲れ様でした。こんなクリスマスもいいですよね。今日も10回音読していきましょう。ではいきますね、どうぞ。 What do you say, Chief? Are you? Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say. You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry? What do you say, Chief? Are you? Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say.You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry? What do you say, Chief? Are you? Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say. You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry? What do you say, Chief? Are you?Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say. You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry? What do you say, Chief? Are you? Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say. You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry? What do you say, Chief? Are you? Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say.You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry? What do you say, Chief? Are you? Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say. You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry? What do you say, Chief? Are you?Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say. You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry? What do you say, Chief? Are you? Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say. You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry? What do you say, Chief? Are you? Are you still with me? Well, there go my plans for a hot Christmas date this year. I knew you'd come around. Easy for you to say.You've already got a girlfriend. Christmas sucks. Hey, you hungry?